どうも、檻の晩酌です。こんばんばは、えー、今日は檻の晩酌徒歩バージョンの休憩バージョンです。疲れちゃいまして今日はね、うん。ちょっと明るいとこ見つけたからねちょっとここでおりば取って帰ろうかなっちゅうことで、うん。今日は大宮の劇場でねライブあって。 で、まあ、今日も健康のためにね、えー、浦和のお家まで帰ろう、あの歩いて帰ろうか言ってね、まあ、歩いてましてね、うんまあ、1時間、1時間ちょい、今歩いてねうん、もうすぐお家なんですけども、折りン取って帰ろうかいって言ってね、うん休憩してます、ね、うん、まあ、健康第一ということでね。あ まあしかし痩せないね。まあたまにこうやって歩いてはいるんだけどもね。たまにっていうかもう3日に1回ぐらいは歩いてるけどね。うん。痩せませんね。ウォーキングぐらいじゃ。やっぱり。それやっぱ毎日酒飲んでね。あまあ飯食うてねあ。まあ盛大にやってますからね。まあそれは痩せないよね。うん。まあ割りながらね、本当に。不節制です。まあ、本当ね。もう。ほんに。 ユニクロのね、あの、感謝祭や言うてね、ああ、ちょっとなんか、オンライン、なんか安いやつね、買おうと思ったけどね。まあ、サイズないよね、もう、オンラインでもね、うーん。もうサイズがね、もうないです、私の。うーん。だから、ユニクロさんとかね、GU さんとかねうん、サイズ、オンラインになるとね、結構大きいサイズも、 あるんですけどもねやっぱさすがにね感謝祭ぐらいのこう安なってるやつはもうないねうん太ってる人用のやつはねうんほんとねデブがね生きづらい世の中になってますからほんとによくもうほんとねまあでも、まあ、逆に言うたらねそのまあそ,その GU さんとかユニクロさんとかあ,あと 前とかね、えー、大きいサイズ売ってくれてるからそこに甘えちゃってる部分もねやっぱあるとは思うんですけどね、うんうん、どこにもねあの 3L とかね、うん、どこ行ってもないよっていう世の中やったらもうそれはもう痩せるしかないけどもね。もう 売っっててくれちゃるかうん甘えちゃってるんだろうねやっぱああ私もねうんまあねまタバコとかもねやっぱ売っちゃって売ってくれちゃってるからねやめられないっていうねうんみたいなことなのかなうん本当とにもういっそのことねこの世からなくなっちゃえばねうん私もなんとかやめれるんだろうけどもうん えーあの、何の話でしょうかこれはほんとね。まあだから今日はね、ちょっと試合がね、見れなかったんだよね。うーん、ちょっとライブの合間もね、なんかやることあったりしてね。うーん、だから、一挙速報をね、見たぐらいで、うーん、特にね、ああだこうだ言う、やっぱ、ね、 そういう情報もちょっとないのでね、私ね、見てないもんだから。うーん。だから、やっぱ今日はあれだよね、負けたらどうこうよりも、伏見さんよね、うーん。伏見さんが、もう心配でしょうがないっていうね、感じですわね。うーん。大丈夫かね、あんな、初めて見たよね、あの、ブルーシートでね、囲われて、単、え、価、ー、で運ばれるっていうね。 清水さんはやっぱ今年ね打撃の方でもだいぶ貢献していただいてねうんで、まあ、精神的支柱でもありますからねほんと心配ですよねうーんそのね流れてきた Twitter とかで流れてきた、ね、映像は見たんですよねあそこのシーンのね もう、モろいに入ってましたわね、あれ。うん、あの、ミネイ選手のね、こう、フォローするね。あ、側頭部ですかあれは。後頭部かな <laughs> 怖いよね、あれね。まあまあ、一応意識はあったみたいな感じですけども。うん、情報的にはね。でも、頭っていうのはね、これ頭、後からね、どうのこうのなったりするからね、急になんかなったり。 本当怖いのよね。大丈夫かね伏見さんね。うん、だから、ね、マスクもさ、あれ、考えた方がいいよねあれ。うん。もっと、もっと防御力高いやつ。なんか、昔、昔、あの、安倍晋之助選手がね、 なんかすごいやつつけてたんやんあのなんかアイアンマンみたいなやつ、うん、みんなあれにした方がいいんじゃないかなあの、うん、キャッチャーフライとか大変そうやけどね、うん、でもあの命の方がね大事やからね、うん、ちょっとまあ今ね野球みんなこう後ろちっちゃく前大きくみたいなねバッター多いから。 フォローするすごい選手いっぱいおるからね。外国人選手なんかもね。ああ、ちょっと、あれ考えた方がいいね。あれね。うん、またあれは怒りうるような。あんなんね。いっぱい。あー怖い怖い。ほんとね。ほんと無事にね、帰ってきていただきたい。ほんとね。うーん。まあ、うん、アキレス腱断裂からね。うーん。復活した。ね。 不死見の伏見さんですからまあ大丈夫だと思うんですけども心配ではありますねほんとねうんまあまあまあそんくらいですかねうんまあ今日はだから8安打打って1点ですかうんまあ厳しいよねまあこの間8点取っちゃったからねまあ8点取ったら次の試合っていうのはまあ こんんなもんでしょうか、ね、うん。マッカーシーが、なんだかんだで3割ぐらい売ってるねうん。もしかしたらすごい有料外人かもしれませんよ、あれは。うんあの打撃フォームはね、大崩れはしないわね。うんやっぱね。フォアボールも多いしね、結構率残してくれるね、あの,あの選手、ね、マッカーシーはね。う マッカーシー減選だから T さんが今日は今永投手ということで左ピッチャーでだからまあベンチスタートやったけどもねだまあパ・リーグに戻ったらね、まあ、T さんファーストにしてマッカーシー DH でいいんじゃないでしょうかねうんだからラオが今日はあれですかちょっとブレーキかなうんうん まあまあまあ、でもね、ええー、ちょっと、最初はね、だからこの間8点取って買って、で、月曜日空いて、で、今日から全部買ったら、まあまあ、いけるかと思ってたんだけれども、まあちょっと、予定変更ということで、まあ明日からですね、だから明日から全勝という感じでしょうかね。うん、ちょっと、うん。予定をね、 ちょっと遅らせましてまあまあ明日から全勝でもまあ間に合うでしょう、うん切り替えていきましょうというわけでちょっと腹筋背筋あの筋トレはね、えー、ちょっと今日はつけといてもう疲れちゃった私も結構歩いちゃってねうんまあねここでねやってもいいんだけども、うん、ちょっとスケボーの少年たちがいるんで、うん、ちょっとね怖がらしてしまってもなんですからねうん だから今度明日明日やりますねええー、まああとそんぐらいですかうーんまあとさっきあのあれですねうーん歩いてたら道にね未開封のレトルトカレーが落ちてましたようーんあのー、これ産業道路のうーんだいぶ北の 上木崎ぐらいかな、うん、拾いましたからであのー、道の横には,はけときましたからねあの買い物したけどレトルトカレー家帰ったらなかったよっていう人はちょっとねあの産業道路にあの横のガードレールのところに載せときましたからね、うん、せっかく買ったのにね家帰ったらないよっていうねそれは困りますからね。うん まままあまあすいません、す私心当たりのある人いましたら、うん、レトルト彼は無事でありますのでね、うん、よかったら探してみてくださいということで、うん、以上でしょうか、うん、はいというわけでね、うんまあ、今日は残念でございました伏見さん無事を祈りますというわけで檻の満酌でしたさよなら